お疲れちゃんです。サラッタです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらメガナイトロフグやっていきたいと思います。ちょっと前にメガナイトロフグあげたんですけど、また別の方でございます。そしてね、今新環境になって、2日くらい経つのかな。みんなねデッキ何が強いんだろう、新環境は何があるんだろうみたいなね思ってると思うんですけど、探してると思うんですけど、結局新環境一番強いデッキは何だった話なんですよ。これです。はい、これは僕の意見ですね。僕の意見で進化が一番強いのはもうマジでこれです。本当に最強です。というわけで、雪玉の枠はウッドでもありますね。で、も本当これは多分好みでしかないんですよ。ウッドだと、枯渇とかロイホグとかそういうのに対しては戦いやすいよね。雪だと、バルーンとかラボとかでは戦いやすいよね。別に雪でも陸系に勝てるし、ウッドでも空系にも全然戦えるので、そこはご安心ください。ですが本当好みですね。でも、雪の方が今の環境ちょっとね、いいんじゃねっていう。雪好きなんでね、僕。というわけで、こちらメガナイトロフグで今日はやっていきたいと思います。でね、もうメガナイトがね、もう最近生き生きしてますね。ロイホグもなんですけど、ロイホグが単純に強化されてね、もうビンビンっすよ。もうやばい。えぐいっすよ。暴れすぎてるんですけど、ボンバーだ。ボンバー解放されてマジで見えなくなりましたね。そのなんか強いロイホグと、流行ってるロイホグに強いこのメガナイト。あとメガナイト自体別にね、弱いカードじゃないんですよ。その、どんな環境でも、ある程度は使われるよねっていうカードなんですけど、さすがにマジ前シーズンきつすぎてね、本当に減ってましたけど。さあ、メガナイトね。マジで、好き。さあ、ロケホー。延命の雪が来たね。よ、オシャンティだね。これ、近畿道しようか。マザネックマジでじゃあ、さすがに並ばせるのあんま良くないんですけど。うわぁ、クエイク、雪っすね。雪、クエイク。うわぁ、なんか相手。うわぁ、ちょっと待って、相手うめえぞ。なんか嫌な香り。さあ、ここは一応、キング起動した恩恵によって、ギリ戦えてる。いや、言うの。言うのマジで。いや、えぐいね。このボンバーがさ、マジ、解放されて全然見ないんだけど、ロイホグ使ってていい、マジ嫌い。さ、相手も、ロイホグ雪玉ですね。いや、マジね、バカ強いので、クエイク雪だったから、このマザーネクロとマジックアーチャーですね。この2枚は結構生きるんじゃないでしょうか。で、ロケホーがね、マジで邪魔だね。あのロケホー踏みたいね、これ。で、踏んでからのロイホグ追加行っても多分あんまり刺さんないから、ロイホグ追加ではなくて、ロイホグじゃなくて他で攻めたいですね。やべ、これやっちまった。やっちまるよ。マジやっちまった。ここですね。で、どうせデリがあるんで、このプレイヤーね、もうそれを見越しての、さあ、で、あっちに飛ぶよな。そりゃそうだ。で、これもまあ僕折られてもいいので降りたいっすね。相手クエイクがあるんで、ぶっちゃけ折れるんですよね。僕のターンは相手折ろうと思えばいつでも。でも逆に僕はあんま折れないので、削れる時にできるだけ削っておきたい。いやー、でデリを使って、デリ雪なので、デリさえ落としてしまえばヒースピ無双なんで、オッケー。いや、さすがに一応雪打っとくか。いらんかったな。いや、オッケー。いや、これさ、もうマザネクさ、相手さ、おじいじいじゃない。さ、真ん中メガナイトで相手急に寝始めたな。序盤のあのイケイケどうした。で、ゴブ折りも一応ある。で、マジアッチャね、高めに早めに警戒しながら、ヒースピで、ちょっといい感じにやりながら、おい。いや、さすがにこれ勝ったんじゃないのか。いや、勝ったんじゃないのかとか言うと、大抵は僕負けそうになるんでね。デリさえ使ったらマジ俺のターン。さあ、これちょっとおしゃれいいね。一発。いや、おしゃれすぎ。いや、これしたかっただけ、本当に。ごめん。なんもない。他はなんもない。ちょ、俺もう一回それしてえな、さっきのやつ、今の。ちょ、なんか暇すぎる雪玉。いや、でも暇すぎる雪玉、神。ちょっと待って。もう一回やりてえんだよな、さっきの。あんまりしゃしゃってるとね、もうマジで負けるんだよね。で、これは、一回許容して、上を確実にね、やる。いや、マジ、ここの上が残ってるのが俺の負け筋で、今、負け筋をね、見事に引こうとしてるの。デリが降ってきたらさすがに、雪で豚4体止まんねえだろ。おい、ナイス。いや、マジ、雪玉、バカノックバックするからね。いや、序盤ちょっと焦ったんですけど、勝ったからいいよね。
で、まあこのデッキはね、他に強い理由は特にはないんですけど、まあなんだろうな、なんか環境にいい感じに刺さってるよね。単純にあとは豚が強いね。で、まあこの雪と鬱陶なんですけど、思った以上に枯渇もね、今の環境増えてますね。まああんだけファイスピボンバーにいじめられたら、ね、枯渇使いもやっと枯渇使えるわって今みんな使ってるからかもしれないんですけど、想像以上にいるっすね。そう、枯渇デッキも。そう、だから、まあ、そう考えたらウッドでもいいのかなって思うんですけど、雪玉せっかく強化されたし、雪ノックバックなんか楽しいし、みたいな。っていう思いはあるよね。さあ、ファイブを使った。これちょっと今チャンスじゃないのか。オリファイブを、わかんねえな。さあ、マザネクパーティータイムにファイブを使ったね。マジアチャマザネクロイグの超ファイブ活だね。これ逆サイ豚でいいな、シンプルに。で、これあれ、有能で走らせて、有能走って。あー、ロイだね。これさ、裏にダクブリ向いたら神だけどな。あー、向かねえか。さすがに。さあ、ロイジャイ君ですね。ロイジャイ君は、まあ、地味に嫌だね。嫌なユニットだよね。ふっ。これさ、雪玉逆だった。いや、まあいいか。さあ、でもロイに対しても、檻があるので、檻で受けつつ、ロイジャイとロイジャイの後ろを巻き込んだメガナイトで踏んでからのカウンターですね。ロイジェはね、ノーダメージで防ごうなんて不可能ですから、おい、タイミング。さあ、まあ、置こうか。ここで本当はね、メガナイトで踏めるといいんですけど、そんなコストはないので、暇なヒースピだけ。いやー、そっちから引っ張ったか。さあ、まあまあまあ、このマチュチャ入るのもありがたいっちゃありがたいが、いやー、これさ、マジ、ダクブリギが地味にきついっていうね、ウッドだったら今のもウッドだけ耐えれたんですけど、いやー、まあまあ残ったんでかい。これ絶対いらない豚な気がする。だがしかし、やってしまったものはしょうがない。で、まあこれがマジで来るとしても絶対ロイ。逆行く？いや、逆行くのか？いやー、マジでね、逆行く感じ出しといてさ、来ないみたいな。いや、これトリトンマジでこっち来てくれるのバカありがたい。で、これ踏んで、これですね。ユニットからのメガナイト踏み。そうすると、自然とこのメガナイトの後ろにユニットが残るんですよね、こんな感じで。これがね、クレロ結構大事ですね。てか、メガナイトデッキが。ボコられてんな、あいつ。いや、でも、イントラ使ったから。相手なんか、なかなかファイボー使わないっすね。もうファイボー使わないよっていう。ロイホグに使うから使わないよっていう。ちょっと待って、これロイホグにファイボー使われるとさ、普通にやばいんだよね。で、これちょっと、勇気の遅延かけます。マジ、雪玉の遅延、みんな舐めてるかもしれないんですけど、舐めてはねえか。防衛のね、雪遅延、バカ強いっす、ちなみに。あれやばいっすよ、なんか。そんな遅延かかるんかっていう。遅延かかりすぎやろっていうぐらい遅延かかるんで。いや、これさ、先に踏んじゃうかな。先に踏んじゃうのちょっと怖いけど。いや、たまたまメガネで来てくんねえか、今。ここで、メガネで単品で行かすのは良くないので。いやー、ちょっとなんか微妙か？いや、絶妙に微妙な攻めしてる気がすんな。いや、これ言うのやばい、終わったかも。まあ、一回我慢の。いや、相手なんかそこそこに分かってんな。いや、これ踏みてー。間に合うかな。いや、間に合うな、これ。さあ。いや、耐える。いや、これマジ耐えるの世界変える。いやー、イントロやべえな。なんでイントロいいんだ、これ。タゲ外れねえしな。一応焦がして。なんかインドラいるってなんか、インドラに何されたんっていう。さあ、いや、ここで攻めてこないのよ、この人。でもしっかり防衛してくる。で、これ一応ファイブ絶対打つじゃん。で、こっちで奇跡を起こしたいんだけど、ワンチ。U の奇跡。意外と陸受けで。陸受けでも勝てえからな、この人。いや、マジでワンチャン歩くね？いや、どんどん俺の流れになってきてる。で、ここで、一旦我慢ね。で、これでファイブを打つ。いや、マジ、流れが俺、いや、待って、ファイブそっち使った。いや、待って、へっぽくしてる。へっぽくしてるが、いや、豚がちょっとでも入れば、いや、熱。さ、俺のマジアチを見て。みんな俺のマジアチを見て。いや、そっちじゃない。ちょっと待って、バカ。待って。豚入る。豚、つついて。俺の豚。おい、来た！マジかよ！
マジかよ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 、勝ってもうた。俺の間違えちゃう？あれもうちょっとちゃんとしていなけばね、勝てた気がするな。いやもうね、一番強いデッキとか言ってね、さすがに負けちゃったら本当かってなっちゃうからね。結局ロイジェかよってなっちゃうんで。さあ来た、マズネコボさんで一旦借ります。いやーコカッちゃんもね多い多いんだこれが。まあでもコカツに対して雪玉でもコカツに強いマジックアーチャーとマザネクいるから意外とそこでカバーするって感じかな。さあ、おい豚、相手のプリン残っちまうやないかい。それ絶対延命するやな、こんな当たり前だよな。さあ一応勇気でゴブリンバレル完封できるんですけど、タイミングがね地味にシビアっていうのと、まあ延命完封したところで相手のプリンセスが無双しちゃうんだよね。ちょっとなんとも言えないよね。さあここまで延命されるとさすがにマジックアーチャーも怒る。ウッドサイター、さすがにこれ豚行くよね。まあロッケかな、ロケディーンだよね。いやでもヒースピがマジアチャ押したのでかいね。いやしかも回復したのでかっ。いやでかいでかい、もう一発。さあまあマジアチャとマズネクで頑張ってきて、あと攻め撃もね、思った以上にノックバックするから、今回まあナイトだったんですけど、相手がバルキリーだったりだとか、まあなんかユニットだでね豚を対応してくるって時も、意外と雪玉でねバチコンいけばなんとかなる世界ですね。さあ、まあ、あのプリンはメガナイトでいきましょう。でバレルはマザネかな、これバレル飛んでこんかな。飛んできたら全豚だったんだよな。で問題インフェだったらね、泣きます僕無理です、あれ突破できないです。うん、インフェはねマジでねいじめ。まあ本当に豚ちゃんね、おーい、なんでそんな数になっちゃったんだ君。いやでも豚の火力が高いからさ、バカ削るんだよな俺。マジかよ、削りすぎなんだけどさ、言うて結構ピンチなんだよな。まあゴブリンバレルやだよね、8枚プリム来る。よしよし、いやタワーがいい、タワーの時がいい。いや結構ゴリゴリ来んな、ゴリラか。いや俺のさ、これマジアチの位置ヘッパコ、え相手外してる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 ってことはもうパーティーウッドも裂いた。いやパーティーパーティーパーティーレッツパーティーレッツパーティーレッツパーティー、雪打ってドラー。いやーこれ言うのでギリ耐えて。いや相手さロケ外したらさすがにイキリじゃない、イキリではないな、そりゃそうだ、ごめんな、ミスだ、ただのミスを、そんな言い方したら悪いわ。で問題はゴブリンバレルだけで落とされるのはさすがに俺も嫌なので、まあでもこれ、あれか。お、これさ、あいつそんな位置に飛ばしたらさ、ロケ圏内入んねえっていう。相手やってんな。もう一個いるぞ、相手。ウッディか。ウッドで落ちないんじゃないか。いや、落ちない、嘘か。いや、落ちない、マジかよ。もう一回さ、戻るやん。マジックアーチャーで射抜くみたいな。で、今のロイフグだけで、1000近く削ってんすよ。いや、威力バカ高いだよ、こいつ。いやー、もう豚だね。素敵。まあ、インフェに対してね、豚が別に悪いわけではないので、相手がインフェだったらメガナイトあんま出さずにね、豚飛ばしまくる。で、テスラだったら逆に、メガナイトってね、形作りまくるみたいな。相手のユニットに応じてメガナイトいっぱい出すのか出さないかとか、マザーネックル出すのかマジアチア出すのかとか、まあ、そこちょっといじれればいいかな。さあ、ランバージャック。ランジャランジャ？ランバーか。まあ、ゴレか。バルーンか。バルーンだったらいいな。ああ、これ、トネで緊急動してって顔だろ、どこからどう考えても。やめてくれよ。ああ、で、ボリ？バルキリーか。バルーンだったらね、バルキリー入ってないんすよね。ランバル取るね。いやー、なんだ俺。いや、これさ、ボーラーまでいたら陸が3枚になっちゃうわけよ。フリーズ、いや、これ、完全にスケラなんだよな。でもスキラでさ、ランバージャックなんてことある？これメガネていいや。全挙よ。からの、インド来たらマザネクユキでボコします。うちのママは怖いわよ。いや、ベビドラでもね、関係ねえ。マザネクの魔女でね。魔女。で、これヒースピと、いい感じの雪玉と、いやー、いいトルネーだな、あんた。まあでもこれ、さよならしてもらって。いや、これ、セパ豚の方が良かったかもしんねえな。
意外とセパ豚厄介でしょ。でなんとなく相手はね、同サイ固めると強いのよ。相手からしたら同サイドで守って守ってカウンターしたいので、ちょっとサイド切り替えるための逆労力が、いや刺されすぎたらマジで、え軽くせんやで、キング起動してマジかよ。さあ相手からさ、いやさすがにバルんだよな。うん、いやさすがにそうだよな。で勇気のノックバック、これレベチだからね。ふっもう鬼飛んでく、鬼飛んでく、いや飛んできすぎ。これさ相手なんかあれだね、何を言おうとしたんだ俺一体、忘れたの。アイスイスになってんだね、なんかが、なんかの対抗アイスイスにしちゃったんだ。インドラか、インドラがアイスイスになっちゃったんだね。でボーラがバルキリーになっちゃったんだね。なのでなんかいろいろなんかね、脆いっすね相手のユニットが。火力が、総合的な火力がなくなってるんで、なんかもうなんかメガナイト出して、なんかあと適当にいろいろしとけば大丈夫みたいな。まあそんな適当ではないけど、これも相手フリーズ来るかもしれないんですけど、あ来ねえか、さっき使ったか。いや来たところで一発しか入らないんで、一発のためのフリーズはね負けです。今のフリーズって一発しか入らないなら、このカウンターでね、あなたはもう20発ぐらい。お疲れ様です。ピュー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 、よ同時倒し、はい強。いやマジで、まあ、タイプ薄いんですけど、このマザーネクロもマジカーちゃんもカウンター性のバカ強いので、今みたいに抑えれなくても結局カウンターで仕留めるっていうイメージを持つのが大事ですね。さあギターよろしく。エドウィンって人はねマルチでね、バルーンかな、バルーンフリーズかスパーキーか、なんかそんな感じのイメージがあるぞ。さあゴールデンビクトリー、ただのビクトリーではない、ゴールデン。まあとりあえずこれ勝てばグラチャル順勝、負ければ順勝ならずなので勝ちたいね。さあウッド、オールブレイカー系、ロイホク系、メガゴー、メガウッドってあんまロイだな。いやマジロイかよ、新環境でも結局ロイ使ってんの。え、せっかくさ新環境になったのにさ、なんでまだロイを使うの。俺その意味が分かんないんだけどな。いや強いの分かるよ、強いの分かるんだけど、せっかくの新環境だよ、もうちょっと試そうよって思わないですか、俺だけね。新環境になってもまだロイ使ってんのか。いや強いんだよ、分かるよ、俺もどうせ使うよ、でもまだロイ使ってんのか、ちょっとやだな。いやロイきちいんすよねただそれだけ、ただそれだけの理由なんですけど、マジ。いやマジでロイはね、まあ檻からのメグナイトである程度抑えられるんですけど、まあこんな風に普通にね痛いんですよね。いやこれは行きたいね、相手ファイボまで打ってくれてるから、そうダメージをちょっと稼ぎたいね。いやマジか、全然新環境楽しんでないじゃん、楽しんでくれよもっと。メガネト力ね、高回転のあのウォールブレイカー系とかにも、雪とかに雪かコウモリヤリゴブとかにね、マジ雪玉ヒースピとかマザネクとかがぶっ刺さってさ、いやめっちゃ楽しいんだよ、マジもっと楽しんでよ。いやこれマジアチだな、俺のこのデッキで相手のデッキに一番輝かないのはマジアチなので。さあもう檻からの踏みたいね。いやこれさ逆サイだったらさロイフグにさ5打たしてができるんだけどさ、もうこれ5打ってくるよね。さあ打ってくる側で5打ったんだよ、打たしたんだよ、打たされたんだよ、ウッドが来るから。いやヒースピーいらねえな、ウッドが来るから。いや待って、マッチ入る、いやこれ耐えれるかな俺。いやー耐えたらマジ12勝だよ俺。いやマジで耐えれるか俺、耐えてくれ、まあ、時間の延命は最強雪玉、待って雪玉マジ最強、雪玉神来た来た、おい、いや雪玉の強ってか、あとマジエチとかマザネクって残るだけでね絶対厄介だから、相手の相手が5打ってくれるんで、
もうそこにロイグ足すだけで、今までのロイグとはね、もう違うの。成長したの。で、もう食べられる寸前の豚まで成長したわけですから。まあ、それはね、火力化け物、ナイス！はい、というわけで、こちら、メガナイトロイグで、マジ、僕にとって今一番強いと思ってます。はい。なので、ぜひね、ちょっとこのメガナイトロイグ、マジおすすめです。よければ使ってみてください！というわけで、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。また！